スナローは空に向かいて背伸び線ヒノキにならんと背伸び線。うん、わかりますね、この感じ。髪を育てる薬用ローリン資生堂より。 お前は引力、人の魅力、力へ何へ。一つ贅沢、エコノミストサルーン新登場だ。コロナ FF フォードは今レーザーが車を変えています。 ファミリーコンピューター登場。カセット挿入するとカラー52色の鮮やかな画像。コンピューターを相手に麻雀、五目並べ、そしてポパイ、ドンキーコング。2人で楽しめるマリオブラザーズなど10種類。ポーズボタンと切り替えスイッチで簡単にテレビ番組に変わるテレビ共存タイプ。家族揃ってファミリーコンピューター。 ジャイアンツのブルペンが今映し出されております。加藤と西本です。まあ、あるいは逆転に成功すれば西本コンビニということも十分に考えられますが、8回の表ジャイアンツの攻撃は山倉からです。この後香取に対しては当然ピンチヒッターだと思います。西本のピッチングは 1回に1点を取られてからは、ほぼパーフェクトなピッチングの内容を示しております。打たれたのがこの山倉にショートへの内野安打を打たれただけ。懸命に蹴りが追いつった。いやー、危ないプレー。いや、今のはどういうふうに本当に嫌とされるんじゃないですかね、セーフの。ね、もうそこは山田いますね。意外に伸びたですよね。そうですね。 打った瞬間ずーっと前進してきました。懸命にバックして抑えました。ピンチヒッターは中井です。ジャイアンツのアレキリボーイの一人です。中畑ほどの 一席とも残しておりませんけれども、ベンチのムードを明るくすることには非常に、役に立っている選手です。これは当たる前左へ切れました。日本シリーズは2回戦で、守備固めにライトを守り、そして 4回戦ではピンチランナーで起用されました。打席に立ちますのは初めてです。2ストライク1ボールから、インサイドへ速い球、引っ張った。これは惜しい。中井はまだ三塁線を破ったと思っておりますが、三塁塁審の前川さん 両手を上げましてファール。これはもう目の前で見てますから、惜しい打球ですけれども、完全にラインの外でした。戻ってきた中井、まだ不満そうです。首をひねっておりますが、それほど惜しい打球でした。 平松さん、杉本投手もいいピッチングをしているんですけれども、ここへ来て最後の詰めの段階に来てますから、なかなかね。そうですね、やはり力が入りますよ。もう守りとしてはですね、やはりライン上しっかり守ることですね。もう長打がやっぱり危険ですから。ああ、そうですか。打ち上げました。さあ、キャッチャーが追う。ベンチの上へ。
もうおそらく1点勝負でしょうからね、はい、ですからやっぱライン上抜かれてツーベースというのはもう即1点につながりやすいですから、そうですね、守りとしてもおそらくベンチはそういう話をしているでしょう、はい、ご覧のようにスティーブもぐーっと三塁のライン寄りに守備位置を変えております。その真正面ツーアウト、中井もすごいバッティングを見せたんですがあまりにも真正面でした。目立さん、この杉本の方の今の気持ちっていうどういう感じでマウンド上にいるんですかね、やっぱあと2回、あと1回でじゃないですかね、もうここまで来ればやっぱりもう本人は完投球を維持しますよね。そうでしょうね、それであの西武の方の、まあ、東大森という抑えのピッチャーですね、これ2度や打ち破られてますね、打ち込まれてますからね、首脳陣も使いにくいでしょうけど打たれた方のピッチャー例えば森投手にしてもやはり一時嫌なもんでしょうね、嫌でしょうね、やっぱりどの程度切り替えができてるかね、はあ、江波さんの場合などはしかし前の日やられてホームラン打って負けても、翌日また平気で上がってピシャッと押されるケースが多いです、いや平気じゃないですよ、はい、やっぱり嫌なもんですよね、でも昨日は昨日、今日は今日と、まあ、自分で言い聞かせて僕はマウンドで思ってるんですよね。あ、そうですか、平松さんの場合はまあ先発完投型ですけれども今の杉本投手の身長がより近く分かるんじゃないかと思います。そうですね、やはりもうここまで来るとフォアボールこれが一番やはり怖いですからね、だから例えばもう1球1球自分でこのボールはこうだって言い聞かせて振ってると思うんですね。ああそうですか、もちろん一発も怖いですけれども、それなりにやはりコントロールをきちっと投げないと、はい、こういう終盤来て、点数が大きいですからね。そうですね、この日本シリーズのジャイアンツというのは1回から3回、4回から6回、7回から9回というふうに3つ目のブロックに分けますと7から9が一番得点を上げています。セカンド追いついた、1塁は間に合った。8回の表ジャイアンツ無得点、さあこのままいけばジャイアンツの反撃はあと1回しかないんですがどうなりますか。8回の表まで2対1です。クラウンが新しく生まれ変わりました。いつかはクラウン、多くの方がおっしゃいます。新しいクラウン、お乗りになるとその思いをさらに深められるでしょう。ぜひ一度お確かめください。トヨタ最新技術の粋を集めたロイヤルツインカム新型クラウン、今レーザーが車を変えています。よう、なあ元気、お仕事だよ。相変わらず頭決まってるね、合わせるぜ。なあベイビーボーイ、おおベイビーボーイ、パーマヘアのウェーブを生かすウェービーボーイヘアフィニッシュ、柔らかい髪用、硬い髪用の2種、資生堂より。疲労時の栄養補給にリポビタン D、 ワシのマークの大正製薬の製品です。さて、ジャイアンツ今度は加藤がマウンドに上がりました。まあ、江夏さん、加藤投手がですね、今年は血行障害の手術をして、よく短い期間で、まあ、あれだけの大手術して日本でマウンドに上がれました。そうですね、まあ、僕たちはリーグが違うんでね、実際には、ね、見れなかったんですけどね、ただ、まあ、新聞とかそういうあれ聞いてみると、あんだけの手術をしてなおかつ治ってきたらの方が良かったというんですか、内容的には。そうですね、まあ、立派というかありませんね、頭が下がりますよね。
まあ、平松さん、やはり加藤投手ももう大ベテランの方のブルーに入りましたからね。まあ、彼肝臓障害でやはり1年棒に振ってましてね、でまあ2度目のこういう障害なんですけれども、はい、それを本当克服しましてね、今なお素晴らしいボールを投げているというのは本当頭が下がりますしね、はい、やっぱり我々見習うべきでしょうね。あ、まあ、あ、今年12年目になります。そして、ちょっと今も左足の肉離れを起こしまして、昨日も23球だけだったんです。まあ、故障をしてのマウンドになります。山下さんがおっしゃいました、これ逆転しておりませんのでね、これも加藤さんでいくにしょうがないですね、はい、まあ、ここはジャイアンツとしてはもう踏ん張ってもらいたいと、はい、9回は2番からですからね。そうですね。で、セーブとすればここでもう突き放してですね、やはり勝利を我々のものにしたいということで、うん、もう打順としても非常にいいですし、はい、この8回の裏9回表の攻防っていうのはまた一つ楽しみだろうし、まあ、ファンの皆さんもね、どういう展開かなというのを興味持って見てもらいたいですね。そうですね。本当におっしゃる通り、この8回の裏石毛からです。カウントが2-2。森山さん、はい、三塁側ですが、あのマウンドを降りました牧原投手の談話ですが、今日は5回までを目標にしていたので自分としてはまあまあの出来だったと。ただ中盤以降気は張ってたんだけれども、ボールにキレがなくなってきていたと。太田選手に打たれたのは肩口から入るカーブ、フォアボールにしたくないと思ったら甘いところへ行ったということです。ああ、そうですか。まあ、打った太田選手はスライダーではないか、まあ、いずれにいたしましても真ん中の甘い球でした。これを打たれて牧原、2点目を失ってしまったわけです。しかし、まあ、江夏さん、牧原投手は今日はいいピッチングだったと言えるんですよ。そうですね、僕はいいピッチングだと思いますよ。ただやっぱりホームランを打たれた時にね、はい、フォアボールを怖かったというのが僕は残念だったですね。あ、そうですか。やっぱりホームランを打たれてもいいから三振取ってやるんだというぐらいの気持ちで投げてもらいたかったですね。あ、なるほどね。もう牧原投手 の、 その野球人生ってのは今年から始まるわけですからね。そうですよね。まだそういうのが、まあ、若さの特権ですからね。今日は加藤、いや牧原、杉本両若手が非常にいいピッチングを見せました。先手を取りましたのはジャイアンツ。1回の表にからのタイムリーヒットで1点先取。しかし西武ライオンズは5回に石毛のスリーベースで同点、さらに6回には太田のホームランで逆転、2-1。8回の裏ライオンズの攻撃、ワンアウトランナーありません。バッターボックスの立花、立花今日は3打数でヒットがありません。マウンド上加藤から4回戦逆転のツーランホームランが放っております。加藤に対しましてはこのシリーズ3打数2安打。これで4試合に投げているわけです、中継ぎとしての重責を十分に果たしております。1勝1敗、3回戦は休演してそのまま勝ち投手になっております。あの中畑の逆転サヨナラ、まあそれにしても皆さん、このサヨナラが2回もあったり逆転があったり、もう本当面白いニュースですね。面白いですよね、まあ、見てるファンの方は本当に、まあ、ハラハラドキドキ、じゃないですかね。フォアボール、ワンアウトランナー一塁。
松さん、やはり加藤投手ぐらいのベテランになりますと、これわずかの期間にこれ4試合目の登板で大体そうですね、球数30球前後投げてるわけですね、はい、ウォーミングアップその他もありますから、相当疲労は蓄積されてるんでしょうね。してるでしょうね。またシリーズというまた違った雰囲気ですからね、相当疲れを感じてると思いますけれどもね、やはり記録で頑張ってますね。そうですね、まあ、自分の仕事が何であるかというのをよく把握 してるんじゃないですか。なるほどね。中継ぎで、次の、まあ、切り札とか、はい、どうか勝ちのゲームになればいいピッチャーにつなぐというね、そういうイメージでは非常にしっかりした考えを持っていると思いますよ。はい、西武ライオンズの方は立花に控えましてピンチランナーに西岡を送っております。ライオンズはどうしてもこの1点取って2点差以上で9回の守りにつきたいところです。皆さん、原選手に日本シリーズで一番感じることはやはり気迫、気力みたいなものが普通の試合の何倍も必要だなという印象を持ったことですかね。そういうのはやっぱり短期決戦である、はい、周りのムードですかね。やっぱりそれに一つにはやっぱりその自分自身への気迫ですか、はい、政治的なものですかね。あ、まあ、周りの割に踊らされると自分まで、うん、まあ甘くなってしまうんですからね。あ、一番いいのは周りが何しようが、自分は自分だというマイペースをやるのが一番いいですよね。あ、そうですか。なかなかそれをさせてくれないのが日本シリーズなんですよね。ああ、なるほどね。センター前のヒット、ショートゴロ、レフトフライ、4回目の打席のスティーブです。このシリーズでは加藤に3打数ノーヒットと抑えられていますスティーブ。森山さん、エンドランかもね、はい、エンドラン、やはり西武が 1-3 という形が欲しいでしょうね。あ、なるほどね。彼選手の外野フライで1点ということですからね、はい、さあ西岡の動きに注目してバッティングを見ましょう。リードもだいぶ大きく取っております。ちょうど一塁のベースの周りの木の部分、これが、この西武ライオンについては3メーター50あります。その3メーター50、左足が、内側に入って外側の右足が土と人工芝すれすれのところまでリードしております。ここでなんとか得点圏にランナーを進めたい西武ライオンズ。打ち上げてしまいましたが、これはぐーっとファールグラウンドに切れていきます。ブルペンの方まで切れました。それこそ全国のプロ野球ファンを二分して、この日本シリーズ西武巨人の決戦が行われているわけですが、この西武ライオンズ球場でも半分、ほぼ半分ずつ、ライオンズの本拠地球場ですが、ややジャイアンツファンの方が多く入っているかもしれません。三塁側は1回の表のジャイアンツの攻撃でライトだけ、あとは一方的に1塁からライト側の西武の応援団の規制が上がっております。ルーティーから外側のボールカットしました。平松さん、加藤の来ているボールというのは普段に比べてどうですか？変わらないですね。いいですか、はいはい、
さんね、はい、佐藤としてはですね、こう本当すんなり 3人で勝てて、ですね、ナインの守りを少なくして9回に攻撃をしたいと、まあ、僕らもよく言われてるんですけどね、そういう意味では、ここでフォアボール出すとね、ああ、そうですね、はい、あーっと外角いっぱい、やったぞというようなアクションも見せました、加藤。これでランナー一塁で田淵です。西本という両輪からこの田淵今シーズンでホームランを打っています。昨日の練習では外角のボールを右の方に打つ練習を何やっていました。ノースリー、これは江梨さん、やはり田淵に対してボールが3つ続いてしまったというのは何か精神的なものか。まあ一発警戒しつつでボールは高め高めいってる感じですね。ああ、ストレートのフォアボール、これで2アウトですが、2塁1塁で先ほどホームランを放っている太田、ホームランの後のインタビューでもう1本打ちたいという太田です。1塁ランナーの田淵に代わりまして広橋、内装を入れて積極的に1点を取りに行こうという姿勢のセーブライオン、1点差ですからこれは同点ということも十分考えられます。そうなると延長戦も考えられます。しかし橘田淵に内装を送りました。さあバックホーム、今のはちょっと画面で見るとこれ角度ありますけれども、かいくぐっているような感じもありましたけれども、とにかくタッチアウト、8回終わって2対1です。泣かせる味じゃん。サントリー缶ビール。美味しいパルフェは？はい、おなじみのパルフェを一層美味しくしました。人気に甘えない姿勢がいいですね。はい。ますます美味しくなった。ナビスコパルフェ。
赤いメガホンを持っているジャイアンツが応援団が大いに沸きました。スミスの好返球、好バックホームでした。初球を打ち上げました平田、セカンドストライク、ワンアウト。さあいよいよ9回最後の攻撃に入っています。今の前のプレーですが、平松さん、スミスはいいバックホームしましたね。いいボール返りましたね。もうペナントでは見たことないですね。あ、はい、そうですね。ここ1番大リーガーの面目を見せましたが、しかし1点差を追う形のジャイアンツ、2番の河野に変えたピンチヒッターの平田がセカンドフライでワンアウト。篠塚に対して杉本、初球外角いっぱいにストライクを決めまして、ワンナッシング。さあ杉本がこのままよく頑張って3勝3敗のタイに追いついて、明日の第7戦での決戦に持ち込むことができるかどうか。一方のジャイアンツ、この1点を跳ね返してこの第6戦で勝負を決めるかという大事な場面であります。ワンアウト、ランナーがありません。しかし皆さん、ジャイアンツは2アウト、9回の2アウトから手入れますからね。そうですよね。まあ、そういう意味では本当にゲームセットまで何があるか分かりませんよね。そうですね。篠塚らしいバッティング、少しヘッドを遅らす気味に左へ持っていきましたが、これが大きく切れまして、2ストライク、2ボールになりました。もちろん篠塚が出て原にホームランが出れば逆転。今日は先行ですからサヨナラはありませんが、ジャイアンツにはそういう期待を抱かせるに十分なこれまでの実績があります。2ストライク2ボール、外角いっぱい、これがボール。岡田さん、首を横に振りました。平松さん、惜しいボールだったですね。いいボールですけどね、うん、やはりちょっと低いんじゃないでしょうかね。はい、これも左へ。レフトの太田も懸命に追いましたが、ブルペンのネットにそのまま体ごとぶつかるような激しい投手を見せました。しかしファウルグラウンドにボールが転がりました。2ストライク3ボール。3打数でヒット1本の篠塚。さあ同点のランナーが出ました。セーブライオンズ、最後あと2人まで来てランナーが出ました。バッターボックスに原です。森山さん、やはりね、あのジャイアンツっていうのは本当に素晴らしいですね。今のボールだったら手が出るところなんですけどね、やはりこれを見逃してフォアボール出るっていう、やはり選球眼というか野球の、うまさといいますかね。やはりそのなんていうんでしょうか、エナスさん、ジャイアンツのそういう今平野さんおっしゃったような野球に対する粘っこさ、そうですね、緻密さっていうのは、まあ、全部通りですかね、これが出てますね。まあ、そういうものがこういう大事なゲームになればなるほど、さらに強いチームが出てきますよね。そうですね。第3回戦は中畑のサヨナラヒット、そして第5回戦はクルーズのサヨナラスリーラン。こちらも思い切ってバットを振りましたが、空振り、ワンストライク、ワンボール。さんが見て杉本のピッチングに何かピッチング態度に動揺が見られますか。いや全然そういうのは感じないですよね。あ、そうです、まあ、今のは篠塚君のフォアボールでも普通のバッターなら手を出してるんですけどね。そうですね、じゃあ狙ったところにボールが行ってるわけですね。そうですね。ワンツー、平松さんから見た杉本投手はどうですか。そうですね、今の、まあ、フォアボールの2、3からボールですね、はい、やや高めで見て、今原がまた空振りしましたけど、やや高め、はい、ちょっと少し、余計が出たというか、はい、出るっていうあれがあるんじゃないですかね。あ、
さあこれが決まらなかった今の球はストライクという。カウントダウンと苦しいわけですよね。ストライクをどうして取りに行かないか、甘くなる、それを長打を食らうケースが多いわけですよね。さあこの原にホームランでなくてももしヒットが出ればワンアウトでチャンスが一二塁ないしは一三塁ということで広がります。そしてその後にスミスと中畑がいるという非常に怖いジャイアンツの打線です。さあこれでスミスが強打が出れば逆転というお膳立てができたところでキャッチャーの伊藤が行きます。西武のベンチから人はまだ出ません。本来ならここで森木なんですよね。森木のゲームならね、広岡監督は座ったままですね。全然変える気配ないですね。もうそれだけ杉本を任す信頼しているのか、まあ、ゲームをこれ杉本に預けたような感じがあるんですが、さあどうか。近藤コーチが指示は与えています。得点差わずか1点。これで満塁になれば外野フライでも1点ですから、ちょっとボールが低くしましたね。そうですね、完全なボールが多くなったですね。山田さん、こういう時のピッチャーは辛いですね。大変ですね。あっとインサイド、ノートゥー。まあ、これで、1日1日大きくなっていくんでしょうけれどもね、まあ、このゲームだけ見ればもう僕らも今ちょっと震えが来てるぐらい興奮してますね。はい、そうですね、まあ、ピッチャーの心理からなりますとね、大変な場面ですね。終盤に入って必ずもつれてまいります今年の日本シリーズ。3球目まだ動きません。やはりベテランらしく山崎が行きましたけど、はい、やはりちょっと一呼吸入れてやるのも手ですよね。あーそうですね、はい、まだ勝ってるわけですから。しかしこれで2回も逆転されてるんで、そういうことが野手にもあったりなんかしますか。頭が外れますよね、そういうことがね。1回から9回の中で9回に1番このシリーズ得点を挙げているジャイアンツ。4球目ストライク。とにかくイニングごとの得点を見ますと9回に6点を挙げているジャイアンツの終盤の怖さ、その重圧が杉本にのしかかっていきます。ストレートゲートを見たらね、狙うでしょうからね。打ち上げた、これは平凡なフライ。さあ2アウト。いやしかし山下さん、よくこの両田監督も動かなかったし、杉本もアウト取りましたね。そうですね、まあ本当にスズ選手はもうタイミングが狂ってる感じですね。今でもやっぱりワンスリーからね、まっすぐ狙いで待つと思うんですよね。思い通りのまっすぐが来て、はい、あの打球ですからね。山本さん、はい、杉本投手、若い投手がノースリーからよく大リーガーを打ち取りましたね。大したもんです。24歳、72センチ、70キロ、小指3年目、最後のマウンドを踏ん張り切ったどうか。バッターボックスにはヤッハーマンの中畑です。乗りに乗ります中畑。とにかく結果が悪ければ、チームが負ければ、派手なアクションも全くならない。いい結果を出して思い切って暴れてみたいと話しておりました中畑。
最後の場面で最後の奇跡を呼びます。9-2球、エナスさん、攻めはどうですか。まあ、アウトコースの一番確実に、打ち取れる球を投げてますね。アウトコースに決め、はい、アウトコースに決めというぐらいでね。そうすると次はどういう一球。そうですね、常識的にはそのコースにスライダーで、はい、2つほど遊んでもいいですね。そうですか、正直にストライクの必要は絶対ないですね。ツーラッシングから3球目、伊藤もインサイドに構えた。これはちょっとボールが高く浮きました。平松さんだったら攻めはどうなりますか。やはり今言われたと一緒でしょうね。やっぱりインサイドでボールを2つぐらい使う、まあ、余裕を持つ方がいいですよね。そうですか、一瞬焦ることないですよね。9番、一打同点、これも右へ切れます。中畑が打ち取られれば3勝3敗、中畑に一打出れば同点。しかし画面で見ますとね、はい、杉本を投手というのは本当になんかポーカーフェイスというか、若いのに同票としたというかね、大したもんですね。そうですね、2ストライク1ボールからインサイドへ放った。これは少し肩に力が入りました。今はエラスさん、ストライクを狙ってたのですか。どうですかね、僕も自分ならね、あそこで投げたならあそこがカーブを打ちたいですね。あそこでカーブ、膝元のカーブ、だから僕もだからあそこを打ちゃダメにするんですよね。なるほど、あくまで最後の勝負は外角ですか。まあ外角でもよし、カーブでもよし、ただカーブ一気に打ちませんからね。そうですね、なるほど、ストレートで、ただコースを投げ分けてカウントが 2-2 になっています。杉本に対して受けるキャッチャーは伊藤。果たしてこれから投げます、第6球が、というところで1呼吸入りました。まあ、平松さん、今日は一番ある程度、はい、淡々とした形で最後まで行くかと思ったら、やはりそうはいきませんでしたね。そうですね、やはりいいゲームになりましたね。ここはですね、はい、先ほどから中畑がもう右へ打つしかないというような、まあ、コメントを言ってましたけれども、そういう意味では、まあ、インサイドも甘いのは怖いんですがね、やはりインサイドをズバッといった方が成功すると思うんですかね。さあ、その勝負は、さあ、ちょっと破った、さあ、一塁ランナー三塁を回った、ホームイン、ジャイアンツ逆転、中畑がやりました。3-2、やはり最後の最後まで分かりません。ジャイアンツ打線を9回2アウトまで抑えてまいりました。杉本、歴史に残る1球だったかもしれません。右中間深々と破られました。今日3打数ノーヒット、4打席目の中畑に右中間を割られました。3-2です。平松さん、1球が怖いですね。そうですね、やはり先ほどのバッティングから、まあ、先ほど僕は申しましたけどもね、やはり彼のバッティングというのはもう随分右狙いをしてましたね、はい、でたまたまそこにアウトコースの甘いボールが入ってきたということでね、まあ、若い杉本君を攻めるわけではないですけれども、やはりこういうバッターの狙い球とか打ち方でね、十分こういうケースがこれからもどんどん出てくると思うんですよ。なるほど、まあ、いい経験をしていると思いますけども、はい、クルーズ打ち上げました。しかしこの
5回ついにジャイアンツが逆転に成功いたしまして、3回に今度は本当の大手をかけまして9回裏、最後のライオンズの攻撃に備えます。守りに散りますジャイアンツ。皆さん終盤に来てついに逆転に出しましたけれども、寺津さんの見た目から今の最後の中畑、新本の勝負、どういう、そうですね、まあ、中畑君も狙い通りのバッティングをできたということですね、まあ、確かに攻め方は間違ってなかったと思うんですけどね、はい、ただいかんせん、投げたボールがあまりにも甘すぎたということですよね、あれがコースに決まってもね、はい、あそこまで簡単に出せないと思うんですよね、だからあそこからまっすぐを掘ったバッテリーをするんじゃないですかね、まっすぐはまるで良かったと思うんですよ、ただあまりにもコースが甘くなりすぎたというですね、しかしそれにしても打った中畑もよく土壇場で打った方もね、止めたいですね、 あの場面で打てるっていうのはやっぱり大したもんですよ。そうですね、さあこれで平松さん誰がまたマウンドに上がるかということもあれなんですけど、両投手やってますけどもね、やはり西本が来るんじゃないでしょうかね、締めくくりね、まだもうジャイアンツですからね、明日なんてまだやっぱり基本に決めにかかるとダメですよね。そうですね、西本でしょ、出てきましたね西本ですね、さあ、ブルペンまで勝利の女神が微笑んでおりましたライオンズから一転してジャイアンツの方にくるっと向きを変えてしまいました。そしてジャイアンツの方はこの日本シリーズの最後の胴上げの舞台に備えて西本がマウンドに上がってまいりました。この逆境をさらにもう一度跳ね返すことができるかどうかライオンズ。広岡監督がピンチを迎えて杉本をそのまま続投させ、スミスを打ち取った時には、ぜひはこのまま今日のゲームはライオンズが勝利を収めて明日の決戦に向かうかと思ったんですが、舞台はもう一つガラッと変わりました。まあでも平松さん、こういうのはなかなかこの日本シリーズのようなドラマは勝てないですね。少ないですよね、本当に西武とそれからジャイアンツの前評判はいろいろありましたけれどもね、はい、4-0 か 4-1 で西武が勝ったとか、はい、いやもつれたらジャイアンツが勝ったとか、そういうことを除けましてもね、非常に本当に面白かった、まだ終わってないですけども、面白い、日本シリーズですね。そうですね、本当に野球っていうものがいかにドラマであるか、はい、一寸先が全然わからないっていうのが今日のゲームでもよく出てますしね、はいはい、非常に、我々こうやって見まして野球やっててよかったなと、野球って非常にこの本当面白いなというふうに思っておりますね。そうですね、大体、現役でバリバリやってらっしゃる柳瀬さん、平松さんに、お話を伺ってるんだけど、非常にそのやってる選手の心理などは見事にお話いただいてるんですが、それでもまだ柳瀬さんですらあそこで中畑の逆転スリーベースは予測はしにくかったでしょうね。私が当然ですよね、ただ打つんじゃないかな、いややっぱり打てないだろう、うん、まあ、なんですよね、それがやっぱり面白いんですよね、この野球も。そうですね、さあこのまま1点を西本が守りきって日本シリーズ17勝目をジャイアンツが記録するかどうか。森山さんね、はい、やはり、パ・リーグのジャイアンツに、西武がなってもらうためにはですね、
ここで、やはり1点ないし、また逆転というのをね、はい、望みたいですけれどもね。そうですね、はい、初球ボールできることならば、セーブライオンズファンにとりましてはテリーに一発が欲しい。一発が望めなければ長打が欲しい、そういう場面であります。完全に西本にはこのシリーズ抑えられてまいりました。後楽園140球を投げましてジャイアンツに3勝目をもたらしました西本隆。まあこれでなさん五十五号だともう中1日しかなかったとかそういうことは関係ないんでしょうね。もう関係ない、そんなに言ってるはないですよね。まあセリーが打ってセンターへ、ジャイアンツが勝利へ前進しました。ワンアウト。この後はベテランの山崎です。山崎もこのシリーズ1本ホームランを放っています。ベテランの意地を見せてもらいたい山崎。山崎が塁に出ればその後はピンチヒッターが残っています。ピンチヒッター構成で逆転の足がかりも掴むことができます。昭和25年の両リーグの日本シリーズが始まってからこれまで33回の日本シリーズが行われてまいりました。そのうちの16回をジャイアンツが勝利を収めております。17回目の日本一へ向かいます。ジャイアンツ西本力投です。9ボール9ファウル。平松さん、西本というピッチャーも幸せなピッチャーですね。そうですね、まあ、彼入った頃は佐田岡のドラフトで、まあ、あまりいいところではなかったんですけども、はい、やはり努力でですね、非常に、まあ、いいピッチャーに成長しましたですからね。あ、やはり江那須さん、先ほどお話しいただいたように日本シリーズや技術よりも気迫気力だという、そういう意味ではそういうものをきちんと持っている西本の活躍というのは、ね、その姿は本当に今のマウンド上で出てますよね、西本君の。あ、まあ、顔の、ね、あれまだ見えないんですけどね、はい、もうマウンド上のまた全体の動作から、ね、慣れてるんだという姿がありありと見えてますよね。そうですね。三遊間を割りました。山崎の山崎が意地を見せました。ワンアウトランナーが一塁。さあ今度はもしこれでホームランが出ればサヨナラということになりますが、それほどまでの恐ろしいようなドラマになるかどうか。ピンチヒッターの切り札片平がバッターボックスに入りました。田淵が復帰して、そして DH 制のない日本シリーズでは控えに回らざるを得ませんでした金平ですが、その力は十分にレイダーをしのぐほどの力を持っております。今シーズンも2割7分8厘、ホームランも19本飛ばしております。恐ろしいバッターを迎えました。1対1塁ダイヤ、ワンアウトランナーが二塁一塁。今度は一打同点、さらには長打が出れば逆転という場面はセーブライオン。
ましたね。いやー本当分かりませんねこの先はね。ああこれで鈴木春彦がいます。寺瀬さん、これは西本が疲れとかなんとかというもんじゃないんでしょうね。西武の気力ですか。そうですよね。一塁ランナーが岡村、足の速い岡村になりまして回りまして二塁に山崎、一塁に岡村、そしてバッターボックスが続き、ピッチャー同点のチャンスです。ハイタッチトライ。最後のジャイアンツの優勝の瞬間を撮ろうというのが、ヘリコプターなども上空に舞っておりますが、まだまだ試合は分からなくなりました。ワンアウトです。2球目、今平松さん、いい打ち頃の球だったんじゃないですかね。甘かったですね。まあ、もうここまで来ますとね、はい、本当に威力の対決なんですよ。で、まあ、双方投手の打者もですね、はい、いかに修羅場を打ってきたかというところ辺に力が出ると思うんですよ。その点今のボールが手が出なかったというのはですね、やっぱりそういう緊張した場面でですね、はい、この数字がやっぱりちょっとまだ劣ってるかなというふうに僕は感じますけれどもね。ああそうですか、はい、さあ1球外しまして次は村瀬さんはどう見ますかね。あまりにも甘いコースが出すぎて、手が出なかったと、全然難しかったですね。彼ならもっと例えばアウトのシュートをどんどん攻めていくんだろうという考えは、あまりにも甘いのを使うんでね。さあ、2ストライク1ボール。これは勝負どころでしょう。対角ボールは今のアウトボールのシュートですよね。まあ2球目はあのボールをまとったと思うんですよ。シュートなんですね。もうボールとしてはずっとずっと今のはいいボールなんですけどね。バッター側のボールを待ってるということで、素直にバットは出たいですよね。ああそうですか。さあ平松さん、これでまたもう外野フライでも同点ですね。そうですね。もう本当に土壇場の土壇場と言いますかね。さあ石毛と西本ということになりました。個人の内野陣はどういう身体機をするかですよね。はい、まあ別体制が全身ですね、今の場合は。そうですね、もう一点もやらないという全身守備です。打ち立てればさよなら。この石では西本に対しまして完全に、この日本シリーズでは抑えられております。しかし石毛、他の投手からよく打ちまして十二分な 働きを見せております。ジャイアンツの投手陣を背負って立ってまいりました西本と、ライオンズの巨人者として頑張ってまいりました石毛、最後の舞台で意外なる対決になっております。あれほどまでに素晴らしいピッチングをこの日本シリーズ2回戦そして5回戦と見せてまいりました西本、土壇場の1イニング1点を守りきることができませんでした。しかしこれはまさ
しく奇跡というか、なんというか言いようがありません。怖いですね、野球は。平松さんでも江松さんでもやはり西本が上がった時にはこれで胴上げを見そうだと思ったんじゃないですか。そうですね、そうですね。まさかまさかで、これでワンアウトフルベース、今度は逆転です。飯田監督がゆっくり行きます。一方の広岡監督、先ほどの9回のピンチにも、そして逆転されてもまた同点に勝って全く表情を変えません。隣の森コーチはさすがに嬉しそうな笑みが漏らしておりますが、この広岡監督の冷静さといいましょうか、ポーカーフェースといいましょうか、これがやはり選手にとっては偉大なる指揮官としての信頼を集めているのかもしれません。果たしてこぼれるような笑みがこの後の西岡の一打で広岡監督の表情に広がるかどうか。さあ今度は江さん、本当のバックホーム対です ね、 そうですね。これはもうさよならです。平松さん、はい、今の西本はどういうシーンになりました。もう一言では言えないですよね。もうなんか、まあでもすごく緊張すると思いますよ。あ、ジャイアンツはもし打たれてもまだ後もあります。それからこれを抑えれば今日のこの試合もまだまだ時間はあります。打った、ショートゴロ、バックホーム、これは間に合った。一塁はセーフ。足が速かった、ショート真正面。今の場面、ヘナさん、スクイズのようなことは広岡さんはどうか。どこあるんじゃないかなって予感しとったんですけどね。平松さんはどうですかね。まあ、やはり満塁ですからね、まあ、タッチプレーじゃなくてホームでホースプレーでアウトでしょう。なかなか難しいんですよね。なるほどね、スティーブもね、さあスティーブです。スティーブの一発をライオンズファンは期待しています。今日ヒット1本。平松が頑張って延長戦にもつれ込んでいくかどうか。そうなりますとまたこの後のピッチャーということが非常に微妙になってまいります。西本の気力を振り絞っての投球です。さあ先頭前か、先頭前か、追いついた、延長戦です。西本頑張りました。しかし西武ライオンズも頑張ります。土壇場で3対3。もしこの1点を入れていなかったら今頃はこの富士ライオンズ球場でジャイアンツ藤田監督の胴上げが予想されたんですが、さあ延長戦はこの日本シリーズ初めてです。皆さん毎日毎日ですね、3時間のゲームで大変だという話をね、この放送の初めて伺ったんですが、今日はまあすんなり、3時間前で終わるかと思ったんですが、これ延長戦は4時間半ありますよね。まあしかしこういういい試合ならね、何時間かかろうが本当にいいんじゃないですか。さあ平松さん、これ延長になると普通の場合と違って時間がたっぷりありますからね、これまたピッチャーなどの起用その他どういうことになりますかね。まあ西武の場合はね、今これから投げます松野の弟とか、結構いますけれども、ジャイアンツの場合はもう数少ないですから、そういう点ではやはりジャイアンツの方がややちょっと西本も弟に完投してますからね、だからジャイアンツをすれば早い回で決めたいと。なるほど。まあ西武の場合はピッチャーがまだ豊富ですからね、まあ伸ばしたくはないでしょうけれども、
それだけ用意はあるということで、だいぶ気分的には西武の方が楽なんじゃないでしょうかね。ああそうですか、さあこれでどういうことになるか、もう一度ライオンズの守るライオンズの方の野手を整備してご紹介したいと思いますが、ピッチャーが松沼弟、キャッチャーが黒田のバッテリーに変わっております。ファーストがスティーブ、そのままセカンド山崎もそのまま、サードに雪沢、京都に石毛、そしてレフト太田、センターが、西岡、ライトがテリー、先ほど途中で申し上げたように田渕、そして立花に体操を作っておりました。まあ、延長戦になりますとやはり田渕の一発なども欲しかったなという気はするんですが、まあ、あの時点でやむを得なかったのかもしれませんが、こういった野手に変わっております。ジャイアンツの方は松本のトップ、石綿2番、篠塚、原、スミス、中畑、クルーズ、山倉、そしてピッチャーに西本と入っておりまして、河野の代わりに石綿が入っただけ、ピッチャーが交代しておりますけれども、それ以外は変化がありません。こういった両チームの陣容でこれから10回の表ジャイアンツの攻撃になるわけですが、山倉からです。まあこの後のウェイティングサークルに阿波口が入っておりますけれども、なぜやはり西本にピンチヒッターを送っていくんですかね。そうですね、まあ、今のがあまりにもね簡単にエンドされたということで、はい、まあ、あとのピッチャーね誰が来るか分かりませんけどね、まあ、もうこうなると1点の先取った方がいいんですからね。そうですね、ジャイアンツの方は牧原、香取、加藤、西本と使いまして、あと残っておりますのは隅、貞岡、三浦、江川、この4投手であります。先ほど、ま、江川が軽く投げていました。それから隅も投げていました。松沼弟が、まあ、今シーズンもなかなか15勝といういい成績を残しました。そして、この日本シリーズでも1勝を記録しております。さらに9イニング投げて自責点がありません。防御率0という実績も残してまいりました。まあ、江さん、松島がこの前、松島あアニアンがあまり良くなかった、その後もよく頑張って投げましたね。そうですね、もう一つなんか広岡監督から見てると信頼ないみたいですよね、はい、十分回は持ち上げてありますよね。あ、まあ、本来彼はちょっと先発型のピッチャーですからね、はい、僕は必ず一つはあると思ったんですよね、このシリーズ。そうですね、ただまあ大事なところでややちょっと気の弱さという、気の弱さがあるということで先発から外された形ですけどね、でもね、シーズン15勝ですか。そうですね、こんなもんですよね。フルカウントになりました。ジャイアンツはとにかく先行ですから早く点を取って逃げ込みに入りたいところです。フルカウントになりました。あっと、これは明らかにボールと分かるフォアボールを与えてしまいました。平松さん、こういうのが大事な時は怖いんですね。やはりもう実力というか技術以外のものがですね、やはりこういう時に出ますよね。ですから本当プレッシャーというか、やっぱりこのシリーズの大変さというのがよく分かりますよね。なるほどね。ノーアウトランナー一塁。江夏さん、広岡監督の信頼が今一つというのが今のようなピッチングなんでしょうか。まあ、こういう形でね、すぐフォアボール出すということで先発から外されたかもわからないですね。ならこういうところになんで森君を使わないかということですよね。なるほど、それでやってきたんですからね。まあ、昨日一つの試合で打たれましたけどね、やっぱこのシーズン回るとやっぱ森君のね、1週間のあれが
何にもないと思うんですよね。なるほど、嫌な気持ちで終わると思うんですよ。さあ川口が送りバントの構えからバットを引きました。外角いっぱいにストライク。森山さん、はい、三塁側ですが、ジャイアンツの方はね、今佐田岡、江川、二浦という順番でブルペンに行きました。ああそうですか。背番号30、江川が軽くキャッチボール程度始めていますが、果たしてこのまま江川が来るかどうか、これは点の入る入らないそういうことにもよるかもしれません。外角です。平松さん、淡口に対する松島の攻めというか気持ちはどうなんですかね。これ送りバントでもなさそうなんですかね。そうですね、今のはストライクが来てれば送りバントしそうな格好してましたけどもね。あーそうですか、外角へ、ちょっと遠く外れましたのでバットを引きました。今度はバントの構えです。あの形を取られますとベンチとしてもシフトが引けませんからね。ああ、そうですね、完全なバントシフトは引いておりません。打って本領発揮のバッターです。またまた西武ライオンズがピンチを背負いました。さあ柳瀬さん、やはりちょっと松島のボールが私たちの素人目にも今来てないような、球が来てないような感じですね。まあフロントコースも甘いですね。山倉、そしてピッチャーへのピンチヒッターという回で、チャンスが広がって松本です。こうなると平松さん、松本はどういう、はい、これは送りですか。もう送りと言いますか、足が速いですからね、内野安打のケースがありますから、打つよりもバントした方が確実ですね。はは、よくこういう、まあ、ペナントの時でもね、松本がセーフティーバントをやって満塁っていうのがケース出てくるんですね。なるほどね、はい、やはり守りも大変ですよ。あのランナーが、あのバッターが非常に足が速いっていうことで。ああ、なるほど。さあまたまた、ジャイアンツが終盤へ来ての先頭を取ろうというところまで来ています。西武ライオンズのブルペンでは森と永井がピッチング練習を始めています。永井はまずこのまま行きますと篠塚のところということですが、そこまで行くような展開になればジャイアンツの方は1点を上げている可能性が強くなります。フォースアウトだけ強行ですが、江夏さん、今の攻撃の方はどうですか。ちょっと考えてもらいたかったですね。そうですね、まあ、あまり真正面に飛んでね、サードフォースアウトという形になったんですけどね、自分が生きることないんですから、完全にランナーを送ることですからね、ここで、やっぱり一番バッターということで、やっぱりもう少し考えたバッティングしてもらいたかったですね。決めがあんな難しい低めのボール打つことないんですから。なるほど、あれが追い込まれてもね、はい、バッティングなら仕方ないと思いますからね。これで平松さん、西武の方はまず1段階ホットですね。助かりましたですよね、ベンチとしてはね。やはりジャイアンツもなんかちょっと9回の裏に1点取られたんで、引き足立ってるというかね、やはり今のはバントで送ってもらいたいですね。強行してワンアウト、ランナーが二塁一塁、バッターボックスが石畑、今度は送りバント、石畑がアップスバントというような形で、ランナーを二塁三塁には進みましたけれども、ツーアウト。ここで篠塚です。塩岡監督が初めて、
グラウンドの中央に姿を見せました。ここはおそらく長いでしょう。さあ、まあ、今の流れでは柳田さん、ここで長井がいて、さらに森がいますから、そうです、ね、西武の方はこのピッチャーの5番多いですね、長井は完全にこの篠塚に対する要因という感じになりますが、それまで、これまで、いいところで篠塚を抑えています。第1回戦、柳瀬さん覚えてらっしゃいますかね、あの永井が篠塚出てきて際どいコースをボールに取ら、ボールだったですもん ね、ツーンツーから放った外角のまっすぐ、あれストライクでもボールどっちでもいると思ったんですよ、ね、そうね、あれが外れてフォアボールを渡してしまったんですが、まあ、その後は三振2回ですから、そうですね、まああの成功してるんですが、永井さんは自分の仕事をきっちり、しているという感じですね、まあ、篠塚も左ピッチャー苦にしないといっても、この左バッターにとって永井投手のピッチングというのはなかなか打てないんですね、まあ、打ちづらいみたいですね、まあ、うちの、 あのストレートとか ね、 ねロッテのリーとかいうのは全くもう、目くらどうでもいい、まずうちのストレートなんでバットに当たらない状態ですよね、あこれは どういう、あの江夏さんが見てどこがどうだ、カーブがね、あの全然タイミングが合わないんでしょうね、あー、カーブに翻弄されて、カーブを待つとドンと真っ直ぐ来られる、はい、もう裏目裏目という状態なんですよね、あーそうですか、そして、まあ、あのコントロールもいいんですよね、うん、あのまずフォアボールがないですからね、あなるほどね、もう1球目2球目どんどんストライクを打ってきて、で最後はあのカーブの逃げるカーブで空振りの三振という結果が多いですね、はい、あさあこの大事な場面で選手会長の永井がその進化を発揮することができるかどうか、ジャイアンツとしてもここで篠塚にもしヒットが出れば2点が入ります、またチャンピオンフラッグへ手ががっちりとかかるわけですが、本当に、予断を許しません。今日はまだ私の放送席のところには正式な入場者数が入っておりますけおりませんけれども、3万人を超えるお客さん、もちろん誰もこれでは動くわけにいきません。試合が始まってから3時間10分経過しております。もう完全に、照明灯の明かりの方がグラウンドを照らし出しております。今日は曇り空、試合が始まる頃ちらっと薄日が差した時がありましたが、ほとんどどんよりとした陽気で、その太陽の明るさというものはグラウンドを照らしませんでしたが、日が落ちるに従って照明灯の明かりがだん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 この人工芝の西武ライオンズ球場をくっきりと映し出しております。今年の日本シリーズも大詰めを迎えておりまして、この第6戦も10回の表ジャイアンツの攻撃、2アウトランナーが2塁3塁、果たして今日幕が降りるのか、あるいはこの幕が明日まで、あるいはその先まで伸びていくのか、非常に力のこもった、そして、息の抜けない日本シリーズとなっております。初球ストライク、平松さん、こういう左ピッチャーがいるというのは西武にとっては大きな武器ですね。そうですね、やはりこういうあの左で横手から投げるピッチャーというのは少ないですから、はい、どうしても左バッターとすれば角度がついてですね、やはり、怖さが先に立つんじゃないでしょうかね。あなるほどね、それと詐欺、まあ、言われましたけど、非常にコントロールが、アウトコースのコントロールがいいということでね、はい、まあ、左打者とすれば一番打ちづらいというか、うん、打てない投手でしょうね。あ、もし篠塚が打ってもレフト方向でしょうからね、はい、だからあっちの方を固めてればそんなにヒットはないということでしょうね。そうですか、この
日本シリーズでは長いに2打数2三振の篠塚です。フォアボールが1つあります。打ち上げました。サードが追います。サードが追う。サードの行き沢がもうフェンスへよじ登って屋根まで上がって取ろうという気迫を見せました。がサード、スティーブがファーストに行っております。守りの方ではこれで、がっちりしております。ショート石がセカンド山崎、カウントが2ストライク1ボール。皆さん、ここからもう勝負ですか。4球目1球外角で外すという余裕もありますか。もうインコースは多分ないと思うんですよね。外角のまっすぐもしくはカーブですね。はい、これは大きく外しまして2ストライク2ボール。まあ、それと長谷君にとって幸いなのはファーストが空いてることですよね。なるほど。だからフォアボールでも構わないと思い切ってコースをつけるという利点がありますね。ああ、そうですか。フォアボールに毎日フォアボールになりますと、この後は原、そしてピッチャーはもちろん森にスイッチだと思います。2-2です。この次の球がおそらく勝負球、それがこの回の勝負になるかどうか。ハイタッチ、リンゴの三振、ヤッタドのガッツポーズ。去年の日本シリーズの時もこのガッツポーズを何度か見せました。長い自分の仕事を十二分に果たしまして、試合を込めた姿勢でベンチに戻ってまいりました長井です。いや、平松さん、よく西武ライオンズ守りましたね、この回。そうですね、やはり松本君のジャイアンツをすればですね、はい、松本の時のやはり強行が裏目に出たんじゃないでしょうかね。なるほど。さあ、これでマウンドに江川が上がってきます。江川が果たして足のコンディションがどうなのか。江川がこの日本シリーズ柱になると、ジャイアンツの柱になると誰しもが予想していたわけですが、その期待はこれまで裏切っています。日本シリーズ第6戦で江川が江川らしさを見せてくれるかどうか。まあ、平松さん、エースと言われる人というのはそれなりにその悪い時というのは苦しいと思いますけれども、はい、江川としてもここで打たれてサヨナラ負けを喫してしまったのではますますそのなんていうんですか、名前が下がりますからね。そうですね、やはり首脳陣は一番期待してますから、何が何でもやはり、踏ん張ってもらわなきゃ困るでしょうね。やはり江川さんもエースで君臨したし、西武になってもいつもいつも期待されてマウンドに上がれてない、そのコンディションがどっか悪いときから非常に辛いと思うんですが、今の江川選手というのはそういう心境かもしれませんね。確かに辛いと思うんですけどね、それはもうこんだけのもう日本全国のね巨人ファンの方が江川江川と言ってるんですからね、やっぱり、まあ、調子の痛い我慢してね、思い切ってやっぱり、やってもらいたいですね。そうですね。さあ、江川らしさをこの10回からのマウンドで見せることができるかどうか。若い牧原でスタートした中継ぎの加藤を挟んで西本、江川という柱のピッチャーまで上がってまいりました。この日本シリーズの第6戦、守り固めに入っている雪沢ですけれども、雪沢も、この前何回戦でしたかね、ヒットを放ちました。4回戦サードに守りに入りまして、そしてその後打席が回ってきてヒットを放っています。
2球目ボール、まだ2球ですが、平松さん、どうもちょっとボールボールですね。そうですね、やはり、キレがないというか、やはり相当足をかばっているというか、まあ、かばっているんじゃないでしょうけれども、やっぱ痛みがあるんでしょうね。外角ストレートですが、本当の今のスピードではないような、いやいや、本来のマウンドで跳ねるようなね、はい、ピッチングはないですから。カーブです。4回戦で登板した時に石毛に投げた投球の時、右足の太ももにピリッとした痛みを覚えました。そのゲームの途中で、テーピングしてまたマウンドを務めましたが、先頭バッターの石川をスイングアウトの三振で取りました。この最後の三振の球はやや走っていたような感じです。どうですか、山下さん、今。いいボールですね、力はあると思います。さあ、ここから太田テリー、山崎と怖いバッターが続きます。今日勝ち越しのホームランのレフトスタンドへ目の覚めるようなライナーで叩き込んでおります太田。今江梨さんに言われて気がついたんですが、隅がその後ブルペンに投げています。思い切って振りました太田。太田も振った、そして江川も気合を込めた投球です。144キロ。センター返し。平松さん、はい、空振りでストライク取った球と今打たれた球と随分違いましたね。ちょっとの伸びがなかったというか、なんか棒球に来ましたね。本来あの高めはああいうふうに叩けないんですけれどもね、彼のいい時は。そうですね、はい、まあ、記録は144と出ておりますけれども、力の入った144と入ってない時とあるんですね、これ。違いますからね。よく言われますけれども、計測器で測ると、スピードガンで測ると、例えばエナスさんのボールでもそんなに速くなくてもこれが速く見えてしまう。で、あっと一塁が打った。今打たれた2本のボール、エナスさんどうですか。もうちょっとこう簡単にストライクを取りに行ったような傾向ですね。やっぱりあの外人の対戦の1球目は僕は常に言ってるんですけどね、もう少し慎重に振ってもらえたらですよね。さあ、またライオンズにさよなら勝ちのお膳立てができました。そして9回の裏、土壇場で意地を見せました山崎。この山崎がヒットを打って、ピンチヒッターの片平が打って、カルヒトが打って、石毛のヒット、これで、同点に追いついて延長戦にもつれ込ませております。西本が4連打を浴びました。ここで江川が3連打を浴びるようなことがあると、このゲームをジャイアンツは失ってしまいます。しかしまだ江川が最後の意地を見せるか。第1球ストライク、ちょっと低いんじゃないか。山崎としては不本意な判定だったようです。ギリギリいっぱい入っていました。二塁ランナーが太田です。足は速くありませんから、思い切ったヒットが欲しい。カーブ、内野がやや浅い守備です。
江川としてはアウトサイドばっかりついてますが、そうですね、やはりインサイドの甘いボールは強いですからね、あのリストも強いし、ですから安全策を取って、外角を狙っているって言ってると思うんですけどもね。はい、カウントがワンツーです。あーっと、これは、はい、いっぱい入りました、ツーツー。エナスさん、この外角というのはエナスさんはどう思いますか。うん、そうですね、あの今の球はもう最高の球ですよね、ピッチャーにとって、まあそこはどんどん振れるといいんですけどね。なあ、あそこはバッターもね、ヤマーって言ってもなかなかそれはなりにくいコースですよね。あ、そうですか、高低というね。さあ、カウント2-2、このボールが勝負か、インサイド、これはエナスの記録勝ち。いや、あ、江夏さんが脇に抜けましちゃいました。江川の記録勝ち、いつもこういう時に江夏さんという言葉がありましたんでね。さあ、ピンチヒッターに若手ではありますけれども、なかなかファイトのあります金森が起用されました。江川とこのシリーズ一度顔が合いまして、その時にセカンドゴロ、これはまあエラーにはなったんですけれども、セカンドゴロを打っております。早稲田からプリンスホテル、そしてドラフト2位で去年入りました金森英二。キャッチャーから外野にコンバートされまして、今シーズンはよく働きました。打率が2割9分3厘、ホームラン3本。江夏さん、この金森というのもなかなかファイトのある、なかなかこれね、地味な選手なんですかね、はい、いい働きしますよ。まあ、あの西武の中ではちょっと異色な存在ですよね。あ、はい、どういうところがですか。どうですかね、まあ腕差がないんですかね。あ、なるほど、地味でね、黙々と一人やってるタイプですからね。あ、そうです。今度は金森に対してはインサイドでカーブを2つ続けて投げました。三笘さん、この若い左バッターに対してはインサイドで来てますね。そうですね、やはり外の甘いボールをちょんとレフト前に打たれるのが怖いんでしょうね。はあ、もちろん日本のプロ野球始まって以来です。いやー、これからまあヒーローインタビューも始まるかと思いますけれども、それにしても素晴らしい内容、素晴らしい幕切れ、ま、どっちが勝った負けたということよりも、その素晴らしい内容のゲームを作り出してくれた両チームの選手、監督、コーチに拍手を送りたいというような感じでございます。この後インタビューが終わってから、江夏さんと平松さんにはまたゆっくり話を伺いたいと思います。それでは広岡監督にお話を伺います。どうもおめでとうございます。ありがとうございます。日本シリーズにふさわしい素晴らしい内容でしたね。いやいや、もういつもこういう試合で、はい、最後に負けてるもんですからね、
勝負かなと思ってたら、まあ、頑張ってくれまして、はい、今日は逆にさよならさせてもらったわけです。そうですね、はい、振り返って9回土壇場で逆転されました。はい、あの時は監督どういう気持ちがしました？杉本がよく投げてたもんですからね、あそこの最後中畑のところに一人右出そうかなと思ったんですけども、もうここまで来たら彼と審議してやれと思って、はい、案の定打たれちゃったんですよね。でその後、まあ、とにかく頑張ってくれましたから、はい、どうにか救いがあったんですけどね。その裏ですね、まあ、奇跡と思える連打。そうですね、まあ巨人の方も疲れてますから、はい、ですから毎日反省しながら西本を捉えることができたと思いますけどね。今日ああいった形でですね、西本笑顔を打ち込んだ、これは最終戦にかけて非常に大きいんじゃないですか？そうですね、西本笑顔を出してきて、落とした巨人の方がうちよりはかなり、プレッシャーがかかるし、はい、うちの方が有利じゃないかと思いますけどね。この第6戦が始まる前にまだうちが7分3分で有利なんだと監督おっしゃってましたけど、まあ、自分の計算ではもうそのつもりで、はい、後楽園で1つしか勝てませんでしたけども、はい、こっちに帰ればね、一応選手 も休養取れながら投げるピッチャーがいるもんですから、まともにやってくれれば負けるはずがないということで選手に幅かけてたんですけど、これで最終戦は、もう相手は西本が出てくると思いますけども、はい、うちは、まあ予定通り力と力の勝負でいい試合をしてみたいと思います。それにしましてもね、監督さんはこの日本シリーズの前にもつれ込んで4勝3敗で最後はうちが勝つとおっしゃいましたね。はい、まあ江川、西本、牧原という3人のピッチャーがまともならば、はい、西武は苦戦するだろうと、ね、しかしここまで持ってこれればね、はい、相手のダメージが相当あるということでもう負けられないと、そういう計算なんです。今日はこれから、宿へ帰って選手にはどんなお話をなさいますか？いや、まあご苦労さんってそれからです、はい、監督さんもどうもご苦労さんでした。広岡監督にお話を伺いました。画面でね、行けって言われた時どうでした？いや、意外と落ち着いてましたね。はい、打てなくてもともとなんだから、で思い切っていったらですね、表情をね、モニターテレビで見てますと非常にね、やるぞっていう気持ちがね、出てたんだけど、そうですか。あまり力まないようにね、リラックスするつもりで行ったんですけど。打った球は何ですか？カーブじゃないですか。カーブ、はい、打球どこへ飛んでったか分かりました？左中間の方に行ったと思うんですけどね、はい、あと分かんないです。手応えは捉えるかなと思ったんですけど、ね、なんかセカンドベース回ったぐらいでちょっと分かったんでちょっと恥ずかしいですね。そうですか。それにしても早慶戦とかね、それから都市対抗とかいろんな修羅場をくぐり抜けてきた金森さんだけど、今日のこの一撃が一番やっぱ最高ですね。嬉しいです。これからもね、また大事な場面の一振りっていうのはあると思うんだけど、まあ、今度は鈴木さん、片平さんのね、代打の人に任せます。どうもおめでとうございます。ありがとうございました。広岡監督、金森選手の話を伺いました。広岡監督、そしてサヨナラヒットを放ちました金森選手の喜びの声をお聞きいただいたわけでございます。それにいたしましても、素晴らしいゲームであったことは何度申し上げてももう言ってないほどなんですけれども、これは平松さん、その、はい、なんか勝因などというのはちょっと突き並みすぎますけど、記録ですかね。そうですね、やはり、西武の声返ってきたと、はい、ファンが我々応援してくれてんだと、はい、そういうことでどうしてもジャイアンツを破って、優勝しなきゃいけない、そのやはり、まあ、去年はドラゴンズを破りまして、
優勝して今年はもう本当宿敵のジャイアンツ、そういう、まあ、あのナインがみんなそういう風に気持ちになったことからこういう素晴らしいゲーム、まあ、今日の逆転の素晴らしいゲームになったんでしょうね。あ、そうですね、はい、稲津さん、まあ、一言でも言えないゲームですけれども、どういうところが今日のゲームで印象に残られる、まあ、一番見たように、ね、どうしても勝負後半になってる傾向ですからね、まあ、あのそういう意味じゃやっぱりあの9回の表ですが、ジャイアンツが中畑君のスリーベースで逆転した、はい、まあ、本来なら